今日はシンビジウムの肥料やり基本の木ということで、緩効性化成肥料の上げ方について実際に解説したいと思います。この鉢の表面にある白とかグレーのつぶつぶしたもの、これが緩効性化成肥料といって、90日とか180日みたいなタイプがあって、それは日数でですね、この90日間180日間かけてじっくりと効いていきますよという肥料になります。そしてこの緩効性化成肥料をですね、置くときなんですけども、シンビジウムの根っこは鉢の内側のヘリに当たると、今度内側のヘリを伝ってぐるぐるっとこう鉢の中を回っていくようなイメージになります。なのでこの緩効性化成肥料もですね、そのぐるぐる回っている根っこの先にしっかりと肥料分を与えたいので、この鉢の内ヘリぐるっと巻いてあげるということがポイントになってきます。で、一つ注意していただきたいのは、これを株元にボサッと置いたりとかしちゃうと、今度濃い濃度の肥料分で株元が傷んでしまったりとかするので、実際にこの植物の体に付着できるだけさせずにですね、ちょっと距離を置いて、鉢のヘリとか、まあ、こぼれそうであればその間ぐらいのスペースでいいので、その辺でできるだけ鉢表面まんべんなく置いてあげると、上手にですね、それを植物が、根っこが吸収してですね、元気に育っていくと思います。やってみてくださいね。